アンスバッハ編教博夫人、ゾフィア・ゾフィア・ヤギエロン・カワー、ブランデンブルク・アンスバッハ編教博フリードリヒ5世の、非。ドイツ語名は、ゾフィア・フォン・ポーレン。ポーランド王、リトアニア大公・カジミエシュ4世と、その日で、アルブレヒト系ハプスブルク家出身の新生ローマ、皇帝アルブレヒト2世と、非エリーザベト・フォン・ルクセンブルクの娘である、エリーザベト・フォン・ハプスブルクの間の、 第六子、次女として生まれた。ゾフィアとその姉妹は、当時のヨーロッパ王族の結婚市場の中で、最も魅力的な王女たちだった。姉妹の母エリーザベトが、ルクセンブルク家及び、アルブレヒト系ハプスブルク家の女子相続人であり、その娘たちとの結婚を通じて断絶したに王朝の遺産の請求権を得られるからである。1468年、ゾフィアは、 レオポルト系ハプスブルク家の神聖ローマ皇帝、フリードリヒ3世の息子マクシミリアンと婚約した。同年、ハンガリー王マーチャーシュ1世も、ゾフィアか姉のヤドビガを妻に迎えたいと打診してきた。しかし、フオーカジミエシュ4世が、マーチャーシュ1世の敵対者である、ボヘミアをイジーと同盟したため、ハンガリー王との縁談は、破談となり、 ゾフィアとマクシミリアンの婚約も後に解消された。1473年、ゾフィアは、ブランデンブルク選帝校、アルブレヒト・アヒレスの2番目の息子であるフリードリヒト、婚約した。当時、カジミエシュ4世は神聖ローマ皇帝に対抗すべく、ドイツ諸国の中に同盟者を探しており、ハンガリー王マーチャーシュ1世に脅かされていた。 ブランデンブルク選定校も強大な味方を必要としていたため、この縁組は双方の家族にとって有益だった。ゾフィアとフリードリヒは1479年2月14日にフランクフルトアンデアオーダーで結婚した。1486年にギフのアルブレヒとアヒレスが死ぬと、夫フリードリヒはアンスバッハ公領を相続してブランデンブルクアンスバッハ編教博を称し、 ゾフィアもアンスバッハ偏境白夫人となった。フリードリヒは1495年にバイロイト公領も相続した。一族間の結びつきを深めるため、1496年にはフリードリヒの重廷にあたるザクセンコーゲオルクにゾフィアの妹バルバラが嫁いだ。ゾフィアは1512年に亡くなり、ハイルスブロンの修道院に葬られた。 夫をフリードリフトの間に17人の子女を設けた。ありがとうございます。